調べちゃって、ブドウを買いに行ってさ、6000いくらで買うんなくってきて、食えねえっていうぐらい、こんな食えるかっていうぐらい買って、もう食っちゃったっていう食えるかっていうぐらい買ってきたっていうふうに食っちゃって、ブドウもね、やっぱうまかったですけどね、味を占めたもんだ、これはもう果物産地に乗りつけて新鮮なやつたらふく食ってやろう、やってよかったもんだ。今なんて、あ、シュウメイじゃんと思ってさ。で、俺が、埼玉市なんですけど、埼玉が白岡市って道場で仕事しばらく行ってたんですけど、白岡は梨をすごい市として推してて、白岡市のイメージキャラクター、まあマスコットキャラクターみたいなのが、梨べえっつったから、まあゆるキャラで梨べえみたいな梨をモチーフにしたキャラクターを使用してるぐらい、こう、梨をしてる市なんですけど、白岡だったら近いから、あそこの産地で、自分地で、自分市でね、すごい推してるから、白岡行ってさ、梨食ってこい、買ってこいよって言って、すぐ行けて、車でもう1時間本当ならかかんないぐらい、今日は、ちょっとコンビニ、コーヒー飲みたいからコンビニ寄ってこうって言って、ローソン寄ってこうって言ってさ、ローソン経由で行ったら、なんか道、すごい混んでる道通っちゃって、すごい、それでも毎時間ぐらいですかかっちゃったんですけど、あれまっすぐ122号乗って国道の手まっすぐ行くと、もう30分ぐらい本当は着いたんじゃないかなと思うぐらい、まあ近くでその梨の産地がせっかくあるんでね、大きな、梨を買いに行ったらね、今年はね、結局まあある程度前の段階で調べてからナビに入れていくんだけどね、なんか通りがかり見つけた農家とか軒並みもう終わってましたね、終了しましたみたいな貼ってあって、人気がなくてみたいな感じになってたんで、あれ空振りかな、これやばいなと思ってさ、梨畑そのものはこうあるんだけど、梨がもうなってない感じなので、まあ後で見るとまたなってるところもいくつか見つけましたけど、これがこれ梨ももう見回ってないし、その農家行っても終わりましたみたいな書いてあって、あれやばいね、これ空振りかなって言ってたら、JA の直売所あるから、そこならあったらないかってお願いです。JA の直売所行ったら、あったの。で、ちょっとだけなんだよね、もうね。結局、梨も何種類か有名な品種があって、多分、香水あたりからこっちだと始まって、香水、香水、秋月書。で、埼玉で西玉っていうのをしてるらしいんですけど、西玉は西和綾っていう字に玉で、こっちで作った品種だと思うんですけど、西玉もうまいですけどね。その辺がもう軒並み全部終わりで、後から一番最後ぐらいに出てくる、新高梨っていうのだけ置いてあって、そこのおばさんがもう新高だねーなんて言って、もうだいぶ終わっちゃったらしいんですね、このシーズンの梨は。で、新高ってバカでかいのかな、もうほんとスーパーで見ないサイズ、要はもうご贈答用の箱に入ってる規格のやつがね、こんなバカでかい形が綺麗なのが2個で7009800円しないぐらいですかね、だから1個350円とかそんな400円しないぐらい
感じ、こんなバカでかいのよ、これはいいねっつって買ってきてさ、でちょっとそれだけじゃ物足りないんで道の駅もちょっとやって、まあ梨だけじゃなくてその辺の野菜も買ってこうっつってさ、で道の駅行ったらね、で梨がやっぱ別のがそっちはいくつかあって、種類があってにっこり梨っていうの見つけて、にっこり梨かっつってさ、にっこりはね、あれにっこり食べたのかな今日、結局試食するんだけどにっこりが柔らかいですね、梨特有のシャキシャキ感が少なくて、その代わりあの雑味みたいなちょっとこう渋みみたいな感じがほとんどしない、洋梨に近いような食感がにっこり梨で、それとあと狙っていった秋月が置いてあったんで秋月を買ってきて、秋月は甘みが強いですね、甘みも強いし梨だし風味もあってシャキシャキしてみずみずしくてっていう、まあ非常にバランスのいい品種だと思うんです。秋月はおすすめですけど、とても美味しいですよ、ね、で秋月とそこでにっこり梨をちょっと買ってきて、それ以外にイチジクもあったんですけど、まあイチジク、生のイチジクも買ったんですけど、結局あのね、乾燥のイチジクがあってさ、ドライにしたの、これがね、風味があってね、なかなか料理に使うんじゃないかなと思ったりして、非常に発見で、イチジクのドライじゃなくて乾燥チップにしたやつがね、すごく美味しかったんで、ちょっと新しい発見でしたけど、まあそこで蕎麦屋も併設してるんで、そっちも楽しみにしてたんですけど、蕎麦屋は11時からってことで、ちょっと朝早めに行ったら蕎麦は食べそびれましたけどね、またちょっと梨もね、やっぱちょっとさっき食べましたけど、うまいしね、またこんな遊びをどんどん続けてね、食いに行く、うまいもん食いに行く旅みたいなのどんどんやっていって、徐々にこうスタイルを作っていこうかなと思って、面白いですよこれは。